担当佐藤さんに来ていただいております。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応今日はそのまあ実際に部屋に反省の状態があるので、はい、今日あんまり詳しく聞いてないんですけど、はい、どういった物件になるのか、その建物は一軒家なのか、そのマンションか、団地になりますね。団地ですか、はい、めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗ですね。何が手掛けるの？ちなみになんですけど、はい、こちらの部屋どこで亡くなられたんですか？こちらが水回りで、すみません、お風呂とトイレ、洗面になります。おー、これはめっちゃ綺麗。大きなものが、ね、めっちゃ綺麗わ、綺麗すぎる。前住んだ、去年住んだ物件、はい、半分カビで真っ暗だったんですよ。鏡が。あ、そうなんですか。カビが染み込んで半分真っ暗になった。綺麗な、ここも古いもの一切残ってないよ ね。こちらがトイレですね。めっちゃ綺麗やんか、これ。あ、ちゃんとウォシュレットがめっちゃ綺麗。全壁も全部張り替えてる。ウォシュレット憧れますよね。いや、綺麗。はい。ホテルですよ。鏡ついてんの。ちょっと綺麗。鏡ついてる。シャンプーを。いや、綺麗な。お、すごい。ちょっと待って。このマットも取る。浴室の蓋ですね。あ、蓋ですか、これ。あります。めっちゃいいな、これ。大理石じゃないけど、なんていうの、パネルになりますね。綺麗な。え、嘘。ちょっと初めて。このボタン押すとね、これ見といてください。ほらで、これでお湯流す。そこに線があって、こう紐でこうね、そうですよね。ですよね。はあ、未来やな。未来だ。すごいな。かっこいいし、いや、これはおしゃれ。こんなもん自己物件なわけがない。素晴らしいです。ありがとうございます。はい、ちなみになんですけど、はい、こちらのお部屋どこで亡くなられたんですか？伺ってるのはですね、はい、浴室、まあ、浴槽がない浴室、はい、ここちょっと元々ここにあったかどうかわからないですけど全然綺麗で、あ、ここは、はい、浴槽内でということを伺ってます。あ、ここですか。全然平気やな、こんだけ綺麗かったら。でもちろんね、まあ、元々あった浴槽も全部取っ払って、ね、はい、新しいユニットバス入れてるんで。いや、これだけ綺麗だったら全然気にならないけどな、僕は。ここで亡くなってたんですね。はい。いやこれは、分からなかったら絶対ここだとは思わない。まあ、そうですね。ねえ。そうですか。ということで、成仏不動産、佐藤さん。はい、お見させていただいたんですけれども、はい、こちらの、物件がちなみにあれですね、その売りに出されるっていう、売りに出されてます、はい、でも買い取りということなんですかね。もう今業者さんが買い取りをされて、はい、あ、業者さんが買い取りをされて、はい、で全部リフォームをされて、なるほど、新しい、まあ、綺麗な状態で今販売をさせて、うん、販売をしているという、はい、ちなみにお値段なんですけれども、はい、おいくらぐらいになるでしょうか。こちらは今898万円というと全然安いですね。これだけ綺麗なんだ。これだけ綺麗だったら。はい。あ、そうですか。新築でそんなもんな。そうですね。もう中身は新築ですね。あ、そうですか。はい、で、まあまあね、その、都心に近いと言っていいのか、まあ便利ではありますし、そうですね。都市的にも。駅までも歩いて行ける距離ですし。でも何よりこの綺麗な
おしゃれ感はその値段では普通ありえないんじゃないかなっていう感じがしますけどね。いやこれちなみにどういうそのあこの何ですか他にも動物不動産さんでこういった物件っていうのは取り扱ってるんですか。そうですね、このような形でリノベーションされている物件もありますし、うん、まあそこまでここまで綺麗ではないですけどリフォームされている物件ももちろんございますし、うんうんはいまあ、あとは今現状のままということで、まあ退役だったりとかそういったものは全部掃除されてますけれども、はいまあ、現状のままでっていうこともありますので、はいまあ、そういったものも含めて全部、まあ、取り扱いはしているようにはしてはいるんですけど。なるほどな、はい、今年の4月からですよね。そうですね、はい、4月にオープンしました、はい、またどういう経緯でというかこの自己物件から扱おうみたいなことになったんですかね。そうですね、まあ、弊社の、まあ、会社としてなんですけれども、うんまあ、世の中のお困りごとを解決するということで、はいはいまあ、実際に、まあ、うちもこの成仏不動産という肩書きありますけれども、うん実際は、ねねはい、あるんですが、まあ、綺麗な、まあ、おしゃれなリフォームをしたりとか、うんうんうん、あとはおしゃれな建物を建てたりとか、はいはい、そういったものの建築だったり、まあ、リフォームっていうことを、まあ、主にやってる会社だったんで、はいまあ、そういったことを、まあ、買い取りをしてくれたとか、はいはい、そういったご相談は結構あったんですね、うんうん、ただ、まあ、なかなかこう買い取りっていうところもできなかった部分もあって、うんまあ、じゃあどうしたらお困りごと解決できるかと、はいまあ、実際に困っている方はやっぱりいらっしゃるので、うんうん、逆にじゃあそういったものをつなげられるようなサイトがあれば解決ができるんじゃないかなというところで立ち上げをしたんですけども、はいまあ、これから孤独死だったりとか、はい、社会問題にもなってますので、うんまあ、増えてくるなっていうところはまあ想像ができるんですけども、はいはいはいまあ、増えてきてまあ対策が何もできないというわけではまあ困ってしまいますので、うんうんまあ、そこで何か役立てることということで、まあ、気にされない方も結構多くいらっしゃいますので、うんはい、そういった方たちが、まあ、今までは正直探せるサイトというか、はい、探し方が分からなかった部分というのは結構あるかとは思うんですけども、うんまあ、よくこう不動産屋回っていかないと分からないとか、そうですね、はい、そういうことがあるとは思うので、うん、自己物件を探すって大変なんですよ ね、 ここね、はい、経験済みなんですけど結構こう、まあ、売り主さんとか貸主さんとかお客さんからすると正直隠したがりたいというか、はいはいあんまりこう公にしたくないというような内容の物件にはなりますので、うんはいまあ、なかなかこう表には情報が出てこないというところで探している方にとっては、まあ探しにくいと、うん、ただそれをこう探しやすくできるようにあえて情報を全部オープンにして、なるほど、はい、問い合わせをしていただくというようなサイトになっております。僕は全然そのいいと思うんですよね。そのこれだけ綺麗に、はいまあ、リフォームされている物件であるとかであるとやっぱり先ほどのお風呂場でお亡くなりになられた多分、ね、お風呂に使って、初老の男性ですかね。そうですね、初高齢者で言えば高齢者ですけど、ねはい、やっぱり結構ねお風呂場でお亡くなりになられた方って多いみたいですね。ですけれども、はい、だからやっぱ亡くなるってやっぱりいろんな場所で孤独死、まあ、まあ自己物件で生まれていくわけなので、なんかそれを臭いものには蓋をするじゃないんですけども、はい、それをそのまま悪しきものとして封印するんじゃなくて、こうやって新しく作り変えて、まあ、イメージを一新して、はい、でまた新しい生活を、新しい入居者です、新しい生活を始めれるような後押しができるというのは、そうですね、いいことだと思いますのでね、ぜひともこれからの成仏不動産さんには、はい、もういろんな自己物件を取り扱っていただいて、いろんな人が気持ちよく住める条件を、そうですね、提供していただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。